マサヒトシです。本日はインディゴラエンドさんの心雨という曲のですね、イントロの部分について解説していきたいと思っております。では早速弾いてみたいと思います。このようなフレーズになっています。ではですね、解説していきたいと思います。最初なんですけども、ここから入ったんですが、本当はテイクフレーズになっています。最初のコードはですね、E と E フラマイナーの展開系のコードになっています。こういう響きのサウンドのコードですね。普段こういった形のコードを使わないという方ですね、この機会にちょっと覚えてみるのもいいかと思います。でここからがこれをきっかけに入るフレーズなんですけども、最初がですね、で一括りしますね。そうですね、うまくハンマリングだったり、スライドだったり、ちょっとこうカッティングっぽいサウンドですね、うまく使っていますね。こういう感じのフレーズになっています。あまりメトロノームで合わせるような曲ではないんですけども、メトロノームで合わせる練習するときは、しっかりメトロノームを合わせて、であとはちょっとですね、音源聞きながらリズムをこううまく崩して弾いてみるといいんじゃないかなと思います。でちょっとこう強弱だったりですね、つけてあげるとさらに、幅が広がりますね。でここ行くと、っていうのが、最初の一括りになっているんですけども、次がこうですね、ミュートしながら弾いてるんですけども、でここがですね半音階、本当は、使ってはいけない音になっているんですけども、ちょっとした小技で使っているので、これぐらいだったら、すごくかっこいい響きになるので、ぜひこういう機会にもこういった半音階の使い方を覚えてください。ここがちょっとこうミュートから入って、この、9フレットの2弦の音を出すようなイメージですね。っていうのが一括りのフレーズになっています。でこれを覚えたらもうあともう一回繰り返すだけなので、ぜひ1回目のこの1周目しっかり覚えてくださいね。で2回目なんですけども。さっきはつながるようなフレーズだったんですけども、ここでこの終わるようなフレーズにつなげていくので、で歌に入るっていう感じですね。そうですね、このフレーズを選んだ理由としては、ちょっとこうペンタトニックの手癖がちょっとこう欲しいなとか、
ちょっと弾き悩んでるっていう方にですね、ぜひ弾いてもらいたいなと思って、ちょっとこういった、ちょっとジャジーでペンタをうまく使っているフレーズがあったので、参考にしてもらいたいなと思ってちょっと出してみました。でですね、最後にもう一回弾いて終わりにしたいと思います。